えこんにちは黒田和之です今日はジャズビッグバンドの楽器の役割昨日はコンボのやつをやったのでジャズビッグバンドの楽器の役割をやっていきたいと思いますまあジャズオーケストラってどんな編成かっていうことですねまあクラシックとかやってると、まあ、楽器の編成が全然違うんでわからないっていう人もいらっしゃるので、えー、まあどういう楽器が、えー、ジャズオーケストラになってるのかでまあソロとかソリとかトゥッティって言葉があるんですねまあその内容とか えー、カウントベーシー、リューク・エリントンモダン・ジャズ時代ということで、まあ、ビッグバンドも、まあ、だんだんこう変化していくのでその辺のお話をしていきたいと思いますそれでは始めていきましょうはいジャズ・オーケストラの楽器ですねトランペット4人トロンボーン4人サックス4人ですねサックスはアルト2本とテナー2本とバリトン1本ですで昨日お話しした、えー、ドラム・ベース・ピアノこれがドラムのジャズの3リ,リズムになりますね クラシックだとピアノ三重奏になるとピアノ、バイオリン、チェロになるんですが、えー、ジャズの場合はピアノ、ベース、ドラムっていうのがまあこうスリーリズムと言われてるやつですで。ピアノがない場合ギターが入ったりしますし、ジャズオーケストラの場合は、えー、このスリーリズムプラスギターが入ることがあります。えー、カウントベーシーオーケストラではギタリストがフレディ・グリーンというギタリストがいて、まあ もう本当に、えー、弾き方がずっとシ紋音符を弾くスタイルの形であベーシーオーケストラならではのサウンド感になるんですが、えー、まあこういった形ですねただまああのー、カウントベーシーオーケストラはギターがいなくても、えーまあ、そのサウンドにはなるので もちろん、えっ、ー、と、大学のビッグバンド見に行くと、ちゃんとフレディ・グリーンのギターを頑張ってやってる子もいるんですが、という形で、えー、総勢で言うと16名ですね、ギター除いて16、トランペット4、トロンボ4、サックス5、3、えー、リ,リズムってことで、トランペットが5人いる時もあるし、トロンボが5人いるバンドもあったりしますが、えーまあ、基本的にはアレンジによってはそういう編成になることもありますが、えー、この、えー、編成ですね。といった形で16名のビッグバンド、オーケストラになります。 で、ソロとかソリとかトゥッティっていうのはですねソロっていうのはもう一人のことなんですねだからピアノソロって言うとほんとピアノの一人でやるだからサックスソロって言ったら本当はサックス一人で演奏しなきゃいけないんだけどバックの演奏があってよくこうソロって言うとまあその人のアドリブになって イメージにななるるとと思うううんんででですすすがそそもそもソロっていいのは1人で演奏するという意味なんですねでデュオ、トリオ、カルテット、クインテット、セクステット、この辺までよく使うんですけど、まあ、あのオクテット、ノネット、ビレッジ版型とノネットっていうのがありますからね。1、えー、はデクテットというそうです。これ僕はジャズではあんまり聞いたことないですね。えー、ここまで、まあ0層、これはまあクラシックの重奏と同じ名前になるんですがで、ソリっていうのがあって、ソリはソロの複数形なんですよ。 ソロって一人っていう意味なの複数げてどういう意味やねんっていう話なんですが、まあ、ソリっていうのは、こう、アドリブみたいなラインが、こう、メロディーラインがあって、それをサックス体だけで、こう、まるで一つの楽器みたいにハーモニーをつけながら演奏していくセクションのことをソリと言います。だから、サックスソリっていうのがあったりしますね。えっ、ー、と、概要欄の方に書いておきましたけど、えっと、わかりやすいのが、 バディリッチのビッグスイングフェイスってやつがありまして、そこではサックスソリっていうのがもう定番のソリがあるんで、そこのソリの部分を、まあ、基本数書いておいたので聞いてみると、あ、これがソリか。トゥッティっていうのは、まあ、えー、ソロの反対語らしいんですね。だから全員で大合唱ってことですね。全員でもう16人で全員で大合唱して、同じコリズムを刻んだりすることを、ここをトゥッティというふうに言ってあります。だからこう 最後のトゥッティのとこを合わせようかとかソリのとこからやろうかっていうふうに話が出たりするのでこういうのを知っておかないと、えー、そういうとこの話ですかみたいな。でビッグバンドの場合はよくあるんですけど僕こうジャズのコンピングってどうやって覚えればいいですかって言われ,た言われるとまあ僕はこうこういうビッグバンドを最初に学生の時やってたのでなのでひ左手と右足でこのソロの間にバックコーラスって言って管楽器が 要はソロをサックスがとってたらトランペットとかトロンボーンとかがこうバックでこう何て言うのかソロ頑張れみたいな感じのフレーズをやっぱりやるんですよ。まあそれが左手とか右足で出てくるっていうイメージなんですけどこういうバックコーラスっていう感じのものもちょうど、えー このビッグスイングヘッドにあるのを全部分数説明欄のところに書いてきましたので一回聞いていただけるとあこういうことかっていうのが分かるのかなと思います。でそういう、えー、ソロを取ってる時に後ろでこう演奏するまるでこうトランペットとかトロンボーンでこう何て言うのかそのソロ頑張れって言ってこう手伝ってるみたいなイメージのものを左手と右足でやるのが、まあ、コンピングっていうこれがまあ小編成になった場合はピアノとかドラムで演奏していくってことになりますね。 でカウントベーシーっていうのが、これはあの一般のなんかこうジャズファンの人だと、こうあんまり聞きなじみがないんですけど、学生のジャズバンドやってましたよ、ジャズビッグバンドやってましたよっていうことはもうほとんど知ってると思います。えー、ハーモニーがね、比較的この音で単純なので演奏がすごい学生での演奏、まあ学生ってみんな思いっきり吹くじゃないですか、全員が。だからもうこう、 燃えろとコンみたいなところがあるんで、みんなでこう大,大爆音で演奏するじゃないですか。そうするとハーモニーが単純だとすごくハモるんですね。なので、学生がとりあえず何も考えずに譜面を全員がパーってこうその音量で吹けばそれなりの形になるのでカウントペーシーって言ってすごくよく演奏します。これでもすごくスイングしないと まあ、ハーモニーが逆に単純なのですごくこうリズムがスイングしないとなんかあんま面白くなくなっちゃったりとかするんですがまあ初期のベーシーバンド自体はねもう譜面がなかったそうなんですね。だからももう トランペットがトップのメロディーが決まってるんでなんかこう足りない音を他の人がハーモニーで埋めてたっていう形らしいんですがうそんな要は突貫工事でよくやってたなって感じですけどももちろん後期になってきてサミネスティコが入ってアレンジをするようになってからはやっぱりこうものすごくこうちゃんとこう譜面でしっかりこう構築された演奏なんですけどベーシーの初期の頃とかはやっぱりこうなんか。 人数たくさんでなんかまあ決まったメロディーを適当にハーモニーつけながらみんなでやってたっていうイメージらしいですね。まあ多分みんなまあ感覚で覚えてたんだと思うんですけど。リューケリントンバンドってこの当時で1920年代にカウントベーシーリューケリントンバンドっていうのが禁酒法時代にこう流行ったビッグバンド要はお酒が販売できないんですけどマフィアのいる土地とかにそういうお店があったんですね。そういうところではこういうビッグバンドでも華やかに、ね、お酒を売ってたわけですよ。なので、 金正、えー、時代にすごくジャズっていうのが発展していくんですけどこの時代に、えー、リュークエリントンとカウント・ベーシー・バンドっていうのが、まあ、ものすごくこう一世風靡していくわけですね。リュークエリントンはこの当時はちょうどコットンクラブっていうニューヨークのお店で演奏していまして音楽監督をやってみました。なののでリリューク・ンントンはまあその後ずっと そのコットンクラブ自体が、まあ5年、トータルで5年か6年しかいないんですけど、その後、もうデューク・リントンバンドっていうと、もうアメリカのポピュラーソングですね、だから日本で言うと、まあ比較していいものかどうかわかんないですけど、桑田圭介さんのバンドみたいな、もう新譜が出るともう必ず買う人がたくさんいるみたいなぐらい、ものすごくこう、もうスターバンドだったんですね。デューク・リントンの、まあ、 こうバンドっていうのは、デューク・エリントンは1974年に亡くなるんですけど74年に亡くなるまではもうずっとこうビッグバンドでこう活動してますしエリントンが抜けた後も、えー、マーサー・エリントンのバンドとか、まあ、いくつかちょっと分裂したんですけどまだ今でも今でも活動,活動されてますよね。でまあこれも 概要欄に貼っときましたカウントページも貼っときましたけどまあ聴き比べてもらうと分かりますがハーモニーが非常に難しくて音量調節とかができないとハモらない感じなんですね。本当になんかこう 一体になっているる感じがすす。ごくわかと思まイスファ・ハーンっていうのを貼っときましたけど、このイスファ・ハーンね、この,この動画を見てもらうとわかるんですけど、ずーっとこう、あのジョニー・ホッジスがこうメロディー弾いてるんですけど、こうデューク・エリンとかなぜかずーっとこう譜面をこうジョニー・ホッジスに見せて、なんでだろうな、譜面台はなかったのかないつもこれ不思議に思う、すごく目をつぶっていくると演奏素晴らしいんですけど、なんでこうずっと譜面をこうやってやってるんだろうなって思うので、ねえー、まあ余計なこと言ってしまいました。 白人ビッグバンド1930年代、まあ、さっきのバンドが2つが禁酒法時代にこう、まあ、盛り上がっていたのを白人ビッグバンドがやり始めるんですねグレン・ミラーバンドベニ・グッドマンこの辺は皆さんすごくスイングジャズとしてよく知ってると思うんですねよくかかると思いますしねハーモニーがやっぱり比較的単純ですがものすごく作り込まれていてもう演奏前から順番にやっていけばこれはもう学生バンドがすごくやりますよね。 あのアドリブの要素もすごく少ないのでもうアドリブも,もう結構書き込まれてたりとかして実際グレンビナーバンドとかがこうインザムートーやってた時って多分アドリブもほぼほぼみんな同じことやってたんじゃないかなと思われるんですけどそれぐらいこう有名で全部譜面も書き込んであるので学生としてはこうアドリブってやっぱ怖い難しいよく分かんないっていう形なのでやっぱりこう。 この辺の曲ってものすごく手軽でやりやすいですよね。吹奏楽アレンジなんかもすごくされてますしね。えー、非常にいいと思います。なので、まあ、すごく上質なビッグバンド。これはもう、あ、ま、の、もう皆さん聴いてると思うんで、えー、まあシングシングシングとかインザムー,ードとかそういったものですね。こういう,のこう,いうものがこの時代にあって。で、 モダンコンテンポラリーのビッグバンドっていうのもあります。ビレッジバンガートってお店があるんですね。皆さん本屋さんのことを思い浮かべるかもしれないですけど、これは元々はニューヨークにある、まあ今でもある、えー、ジャズクラブなんですね、えー。結構ビレッジの方にある、えー、とマンハッタントがあって結構下の方にあるお店なんですけど、まあね、地下に潜っていってですね、そこの、えー、こうホストビッグバンド、月曜日にあるビッグバンドなんですね。あのー、このビレッジバンガートってこのお店は、えー 火曜日から日曜日までは一つのバンドが毎日同じことをやるんですよ。 で、同じことやるからすごく発展するんですね。これはものすごくこのニューヨークのすごいとこだと思うんですけど。で、日曜日、日曜日、だからサンディアット・ビレッジ・マンガードってアルバムがビレ・エバンスが出してたりとか、いろんな人が出してるんですけど、それは最終日にやってる録音をしたものなんですけどね。で、このビレッジ・マンガードは日曜日までやったら、月曜日はこのビッグバンドがやってるんですね。もうあの、花形プレイヤーがいっぱいいいまして、ものすごく素晴らしいバンドですね。僕も何度も、えー、ニューヨークで見てますけど。で ギレーバンス・ジャズ・オーケストラっていうのは、まあ、マイルスが一緒にやってたビッグバンドですが、これもあのすごくこうニューヨークでやってた、まあ、かなり初期の頃からコンテンポラリーをやってたと思うんですけど、えー、ビレッジ・マガージャズ・オーケストラの演奏もちょっと下に貼っておきました。ものすごくこうね、なんかこう、もう聞くとわかりますけど、やっぱりこう、 ハーモニーのやり出し方とかもものすごくこう複雑、リズムも複雑に組み合わさってて、もう変わった新しい音楽って感じがすると思います。ディレイバンスも色々ありますけど、えー、今回マリア・シナイダ・ジャズ・エクスラとかも貼っておきました、えー。何が難しいかとか言うとですね、要はカウントベーシーの頃ってトランペットがソリッとかってあったじゃないですか。だから普通のフレーズを全部こう、この人が1番を吹いたら、その サイドと後ろでこう4声でで声ハモるわけですよでトロンボーンもそうなんですね。でサックスもそうなんですけどそれぞれのフレーズがそれぞれハモりながら演奏するんですけどやっぱりコンテンポラーになってくると縦でここにフルートが入って縦でこう一つのメロディーをハモったりするんですね。そうすると楽器の音色が違うんで音の混ぜるのにものすごくこう音色感とかあと当たり前ですけどこうハーモニーが複雑になっていてそうするとこういわゆるテンションって言われるこう ハモりやすい音じゃなくてハモりにくい音が入ってるんですねそういう音ってちょっと音量を調節しないとすごく汚く聞こえてしまうんですねなのでそういう意味ではこうものすごく難しいただ譜面をそのままみんなが吹けたらハモるかってっ全くそんなことはないというめちゃくちゃ難しいバンドになるんですがまあいろんなバンドが日本でもたくさんやられてると思いますまあ僕もビッグバンド大好きなんでねあの 最初に一番最初にはまったのがカウントベーシーなんですよ。これロック系から来た人がもう聞くと結構ワクワクする感じのサウンド感だと思うんですね。なのでこういうビッグバンドっていうのが、まあ、アメリカなんか行くともう本当どの地方にもビッグバンドっていうのがいっぱいあってあのなんかこうやっぱりたくさん演奏してるんでみんなそのビッグバンドサウンドに慣れてるんですけど日本もね結構すごいこう盛んなんですよビッグバンド。えー もう全国的にあっちこっちでジャズバンドっていうのが結構ありまして、まあ、スイングガールズ時代の一回グッと上がったんじゃないかなと思うんですけどそのやっぱりビッグバンドやってる子達たちはやっぱ結構いるのでなのでそういう土壌があるとやっぱりビッグバンドのサウンドをこうコンパクトにしたコンボでもところがねやっぱりビッグバンドやってる人ってコンボってよくわからないってイメージなんですねだからやっぱりビッグバンドって具体的で分かりやすいので特にカウントベーシとかもうベニーグッドマンとか えー、グレンミラーっていいうのののはもすすごく分かりやすいのでこの辺やっぱりいっぺん聴いてやってたらそれからやっぱりこう小編成のやつですアドリブでやってるとアドリブの時間長いし決めてる時間こうメロディーが出てくる時間がすごく短いんでやっぱりちょっと面食らうというかだからなんかこう逆にこうビッグバンドやってるとコンボにものすごく苦手意識を持ってそっちに来ないっていうこともあったりするんで。だそののビッグバンドの ドラムにとってみたらこのバックコーラスの感覚っていうのはこのビッグバンドを聴き込むとすごくよく分かってくるしビッグバンドで演奏する機会があると非常にそういうのがわかるんではないかなと思います。ドラムはねビッグバンドやってるとコンボ下手だってよく言われるんですけどね音量調節がやっぱり全体的に大きくなるじゃないですか、ね。でコンボの場合は音量をものすごくコンパクトにしなきゃいけないのでそこら辺でであのー、逆にねコンボやってる人がビッグバンドに行くとあんまうまくいかないんですけどこう。 トランペットとかがやっぱツッティっていうのが来るときにドラムが手前にどん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 仕掛けを入れていかなきゃいけないんですよ。ところが小編成になってくると仕掛けはあんまいらなくなるんですね。だから小編成で慣れてるとあんまり仕掛けをしなくなるんですけど、逆にこのビッグバンドのばっかりやってたドラマーがコンボに行くと仕掛けやりすぎちゃうんですよ。そうするとこうスペースを使って演奏してるのにこう手前に音を入れすぎちゃうんでなんかこうガシャガシャしちゃうっていうイメージがあるんですね。 もっとこうはっきりした線じゃなくてこうぼやかしたいっていうのがこう小編成の音楽でビッグバンドの場合はかっちり決めたいみたいなイメージになることが多いですもちろんそのビッグバンドでも中間みたいなそのモダンになってくると線をぼやかしていくしでそのアートブレーキみたいなバンドとた小編成でもビッグバンドのサウンドみたいな感じで仕掛けがいっぱいいたりしますやっぱ管楽器が増えれば増えるほどドラムの演奏って変わるんですよ。 で管楽器が減減れば減るほだからそこら辺はねいろんなバンドを経験しないとやっぱりこうピアノ取りを得意だけどビッグバンドとか管楽器2人入ると全然なんか評価が悪かったりするっていうのはそういうこう管楽器の音圧感っていうのに勝てるドラムにならなきゃいけないし今度ピアノになると今度はそんな音色感でやっちゃうとピアノが負けちゃうんでという形になる感じですかね。 というわけで、超パワフルビッグバンドぜひ、えー、興味を持っていただけましたらですね下の方でちょっといくつかリンクを貼ってあるので見ていただければと思います、はい、本日は以上になります今日も最後までご視聴ありがとうございました今日も最後までご視聴ありがとうございました今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してくださいチャンネル登録の方もよろしくお願いします 私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方で、ぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。